オフック・ロコモティフゴルナオリャホビツァは、ブルガリアのゴルナオリャホビツァをホームタウンとするサッカークラブである。クラブは1932年にジェレズニチャルスキスポルテンクルブとして創設された。1945年にロコモティフに改称された。1947年と1987年にソビエトアーミーカップの準決勝に進出したが、共にレフスキソフィアに敗れた。 1963年に B グループ北地域で優勝し A グループに初参加したが1シーズンで降格した。1987年に24シーズンぶりとなる A グループに昇格し8シーズン連続で参加した。1992年にインタートトカップに参加しグループの勝者となった。1993から94シーズンは ニコラ・ベルコフ監督のもとで8位になった。しかし、クラブは財政問題を抱え、最終的に V グループまで降格した。2004年に B グループに昇格したが、1シーズンで V グループに降格した。V グループで9シーズンを過ごした後、2014年に B グループに昇格した。2016年、A グループから新しく、ファーストリーグとなった。 トップディビジョンのメンバーに選ばれた。ありがとうございます。